えー、日本人の資産が他の先進国に比べて少ないのは投資に消極的で貯蓄繰り回すからだと聞きます、えー。確かに投資は何かのギャンブルのように考えてきた方うです。宝くじを買う人は多いのに資産が増えれば税収も増え国民はロゴも安心、政府も国民もいいんです。私は小学校に入ったぐらいから義務教育の一環としてお金、金融、市場などの知識を教っていく必要があると考えています。そしたら投資先に合うリスクも減るし、二六さんどう思いますかえっと、あの、投資に消極的な理由は投資しても儲からないからです。 あのえー、と昭和の時代だと,、えー、と銀行の預金で定期預金で年間3%付くとかあったんでですよでその後とかでも例えば NTT ドコモの株を買うとかセブンイレブンの株を買うっていうのをやるだけでその入れた株が2倍になるとかざらにあったんですよね。 なので、その、ある程度の資産が、例えばじゃあちょっと前だと、その世田谷区に笹江さんは一軒家を変えました。で、あの、その昭和のその40年代、50年代とかだと、高円寺とか中野とか世田谷とかで働いてる人が家を買えたんですよ。 で、それが、なんか多分その当時だったら、あの、数百万とか一千万円で買ったと思うんですけど、で、今だともう世田谷区とか奥ですよね。っていう感じで、買ったものの価値がずっと上がり続ける。で、セブンイレブンとか LTD コムとか、買った株が上がり続けるとか、銀行も3%とかの利子がつくっていうので、その、お金を貯めて投資をするとお金が増えるというのがあったんですよ。 なのでその時代はお金をバンバン投資をするし帰ってくるお金で子供を育てたりとか旅行行ったりとか高いもの買ったりっていうできたんですけど今の日本は投資先がありません。あのなんか日本で東京で行くとその世田谷区の一軒家とかじゃなくてマンションになるんですよ。でマンションって新築買った場合は3年後に大体価値20%下がります。 で、大体築40年、50年すると、価値は半分以下になります。<laughs> っていうので、要はその、買ったものの資産が増えるんじゃなくて、今の東京の人たちって、買ったものの資産が減るものに大金かけて買ってるんですよ。っていうぐらい、その、あの、もう娯楽になっちゃってるんですよね。なので、お金がちゃんと増えるものに投資すれば、投資というのはみんなしたいんですよ。 ただ投資先がないというのが問題なんですよね。で、目端の利く人っていうのは、そのアメリカ株だったり、ヨーロッパだったり、外国に投資をするんですよ。で、Google の株買ってますみたいな人っていうのが大儲けしたり、AMD に投資しました、ね、人が大儲けしたりとかっていうので、なので、その外国の会社に投資をしてた人たちっていうのはまだ儲かってるんですよ。っていう感じで、そのどんどんその日本に投資をしない人が増えちゃってるんですよね。 っていうので日本にも投資先がないよね、そのリターンもないよね、で、日本に投資しない方うが儲かるよねっていうのが現状ずっと続いているので、ただその金融政策がどうこうというよりは、その日本の人口が増えないよねとか、日本の会社が儲からないよねっていう政治側の政治政策側の問題の方が大きいんじゃないかなというふうに僕は思ってたりします。